ありがとうございました。次に、お礼と一言ということで、浅岡ヘッドコーチ、よろしくお願いいたします。皆様、エピオカップで1位と3位っていうふうなところで、このようなカップを日本に持ち帰ることができました。これも皆さんのご支援の賜物だと思っております。ありがとうございます。緊張してしまいますので、ちょっとメモを見ながらお話しさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。まずこの報告会を準備していただいた、APO 報告準備委員会の皆様、ありがとうございました。また日本電動車いすサッカー協会の関係者の皆様、ありがとうございました。国際大会 APO という国際大会というふうなものを経験したものとして、国際大会ではやはり PF2 という選手がすごく重要になってくるというふうなところを、過去のフランス大会、あと今回の APO でもそのように考えております。 PF2 って PF1 って分かります？詳しくは上野の方から説明があるかと思いますので、そちらを聞いていただければとは思いますが、PF2 っていうのは基本的に重度の障害ではなく、障害の方が軽いっていうふうなところで、なんていうのかな、いろいろな援助が必要ない、自分で姿勢が変えられたり、あとホテルでの生活っていうふうなところでも自分でできることが多い選手が PF2 になられることが多いです。なぜそんなことを言うんでしょうかっていうふうなところは、渡航に飛行機で行きます。飛行機の中で呼吸器を使うことの大変さ、気圧の変化による呼吸のしにくさ、いろいろなことがあります。私たち健常と呼ばれる人たちでも、長時間のフライトっていうのはすごく体力を消耗します。そして慣れない地で国際大会っていうふうなものを戦わなければいけません。そのプレッシャー、いろいろあるかと思うんですが、PF2 の選手が今後日本代表の中に私は3人から4人いないと、ベンチワークであったりいろいろなことが回っていかないっていうふうに考えております。今回27日28日に代表合宿を行いました。その中でも新たに PF2 の選手を選考しております。そこにはそういった理由があるというふうなことをご理解ください。国内最強のチーム、国内最強のメンバーを揃えれば、海外で最高のパフォーマンス、最高の結果が求められると残せるかというと、私はそうではないと考えております。遠い国で戦う大変さを過去の国際大会から経験した監督としてこのように考えております。今後 PF1 の中での代表選手争い、 PF2 の選手の中での代表選手争い、激化することが、日本代表チームがワールドカップというものを日本に持ち帰るために必要なことだと私は考えています。安全に行って安全に帰る、そしてワールドカップを日本に持ち帰るというふうなことが、私ども代表スタッフには求められていると思っております。長くなりましたが、これで私の報告を終わりにして、ありがとうございます。チームジャパンのキャプテンを務めました吉澤です。まずはじめに、この大会、そして日本代表を応援していただいた皆様にお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。
今回、国際大会で初めてキャプテンを務めさせていただいたんですけども、個人的なことですが、試合3日目あたりに、チーム日本との2試合目の直前に宿泊場所から、会場へ向かう車の、乗ったところで、ちょっと私ちょっと体調を崩してしまいまして、一旦乗った車から出まして、ホテルでちょっと休まなきゃいけないという事態になりまして、そのチーム日本戦に、間に合うことができなくて、ちょっとキャプテンとしては非常に申し訳なかったなと思います。そういった、私だけではなくて体調管理という面で選手一人一人いろんなトラブルを抱えていることはキャプテンとして少し耳に入ったり目に見えたりしてたので、ちょっとどう声をかけていいかっていうのは、ありました。それから、今回大会中はベンチ入りスタッフは、5人まで、それから、この後話があると思いますけども、フライト飛行機に搭乗する時の機内用車椅子が使用できるのが3台までということで、少し、仕方がないことですが、制限がありました。ですが最初の要望を聞いてみますと、その制限人数を上回る数で、ちょっと私も使用したい、私も会社を入れたいという声がありました。そういって多くの要望があると分かっている中で、機内用車椅子3台まで、じゃあその3人誰にするのかというのを、ちょっと川崎キャプテンと僕吉澤キャプテンで決めなければいけないということがありまして、みんなが使いたいと思っている中、それを決めるというのは非常に困難なことで、正直決められないと思ってたんですけども、何人かの選手が、ある意味我慢と言いますか、どうしても使用した人がいれば代わってあげてもいいという人を言ってくれまして、僕ら川崎君と僕はすごい助かったというか、ありがたかったと思いました。もちろんそういった制限は決まったことで、いろんな考えがあると思うんですけども、もちろんスタッフの方も、検討はしてくれたんですけども、やはりその決められた数制限というのは今回変えることができなくて、少しそういった面でキャプテンとしてつらいというか、他の選手に助けられたなと思ったことがありました。そうですね、以上、短いですが、これで私からの発表を終わりたいと思います。ありがとうございました。チーム日本より川崎キャプテン、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。本日はお忙しい中、そして、選抜大会で、お疲れのところお集まりいただきありがとうございます。スタッフから巻いてくれという指示がありましたので、急ぎ足で参りたいと思います。まずはじめにこの AT4 に参加するにあたり、チームスタッフそしてアテンダント、各関係機関の皆様、ご支援いただきました企業個人様、JPFA サポーター会員の皆様、たくさんのご支援ご協力誠にありがとうございました。この場を借りてお礼申し上げます。またこれからも日本代表チームを変わらぬご支援をよろしくお願いいたします。私はチーム日本のキャプテンとして、APO に参加してきたんですが、チーム日本はどういった
チームかと申しますと、まあ、若手主体の、すごく楽しいチームでした。時間がないのでこれぐらいにしておこうかなと思いますが、ジャパンは優勝しなければならないという、責任がすごくあった中、まあ、日本も1位になりたいという思いで、戦ってまいりましたけれども、及ばず3位という結果になりましたが、たくさんの若手選手が、経験を積んだことによって、これからの APO、また、ワールドカップに向かってすごく貴重な経験をさせていただいた大会だなと思っております。まあ、キャプテンとしては様々、ありましたけれども、三上副キャプテンを中心にですね、チームがまとまって団結して戦ってくれましたので、特に苦労といったものはありませんが、また皆さん APO というものとか、あとまあ監督から先ほど PF1、PF2 とかいろいろ難しい言葉が飛び交っているかと思いますが、日本代表は本当に頑張れば誰でもなれるという、扉を開かれているということを注目して、また、興味を持っていただいて、後からの質疑応答でまたお答えできるところがあればいいなと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。次に、MVP の、三上選手、よろしくお願いします。はい、ご紹介いただきましたチーム日本の、キャプテン三上です。APO カップで、まあ、3位という結果ですが、MVP をいただきました。この MVP という結果は、チーム日本、チームジャパンと、分かれてまいりますが、個人的なトラブルで車椅子の故障などがあり、本当に皆様に助けられて、試合に出れて、そこで一生懸命プレーをして、いただいた賞だと思っております。国際大会で初めてのタイトルを生まれたことを嬉しく思います。来年も日本で開催されるかと思いますが、皆さんもその中で、一緒にプレーしていけると思います。皆さんありがとうございました。以上でございます。